第2部はパネルディスカッション、不妊治療と特別養子縁組、子どもの幸せを第一に考えてをお送りします。私、富岡志保が進行を務めます。よろしくお願いいたします。この第2部では、不妊治療中で特別養子縁組にも関心のあるご夫妻や、治療を経て縁組をしたご家族に向けて、夫婦と子どもが共に幸せになるための方法についてディスカッション形式でお話を進めてまいります。それではご登壇の2人をご紹介します。1人目は不妊ピアカウンセラーで、特別養子縁組でお子さんを迎えた当事者でもいらっしゃる池田麻里奈さんです。池田さんはコウノトリ心の相談室主催、30歳から10年以上不妊治療に取り組み、人工授精、体外受精、2度の流産死産を経験されました。42歳で子宮を全摘出し、特別養子縁組を決意、1年後に生後5日の男の子を迎えられました。不妊養子縁組相談のほかに、メディアや大学で新しい家族の形の講演活動を行っていらっしゃいます。池田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。不妊ピアカウンセラーの池田麻里奈です。不妊治療中はこの先どうしようという迷いの中で戦ってまいりました。今現在ここに座っておりますが、その当時のことを振り返りまして、私の一例ではありますが、葛藤した身としてどんな思いで特別養子縁組に、進んだのかお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、お二人目は民間の養子縁組斡旋事業者、一般社団法人ベアホープ理事、橋田純さんです。東京都子育て支援院で3児の母として、サインランゲージであるおててサインを学び、講師として活動。その経験を生かし、2015年からベアホープでケースワーク事務として養子や家族のケアなどを担当していらっしゃいます。橋田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一般社団法人ベアホープ理事の橋田純と申します。ベアホープでは、事務職として皆様の窓口として、皆さんから相談を受けたり、養子希望者さんですねの相談を受けたりしています。またですね、養子を迎えた後も、裁判とか、いろいろな手続きがありますので、そういった書類の整理とか、皆さんを支えるためにですね、オフィスで、ケースワーカーの支えとなっているというような、仕事をしています。本日は、そうですね、ケース、当事者というわけではなく、民間の斡旋団体としてどういうふうに考えているかということをお伝えできればなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後に、私、フリーランスで編集広報の仕事をしております、富岡志保と申します。不妊治療分野の取材の経験がございまして、今日はご登壇のお二人とかご覧になっている皆様のつなぎ役として分かりやすく情報をお届けしていけたらと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと噛んだりしますけれども、よろしくお願いいたします。では、先ほどの第1部では子どもを迎える前と迎えた後でお話を整理してまいりましたが、第2部では迎える前にフォーカスして、特別養子縁組と関係性の深い不妊治療について取り上げてまいりたいと思います。最初のトピックはズバリ不妊治療と特別養子縁組です。まず池田さんにお話をお聞きしたいのですが、はい、池田さんご自身が不妊治療の後、特別養子縁組でお子さんを迎えられたということで、少しご自身の経験をお話しいただけますでしょうか。はい、私は30歳の頃に不妊を疑いまして、不妊検査をしようということで産婦人科を受診しました。そこがスタートです。結果、10年ほど長くなりましたけれども、途中休みながらですが、30代は不妊治療に、一色といいますか、そこに、重きを置いて、いました。何が辛いのかっていう、大変さっていうのは多分、他たくさんあると思うんですけれども、やっぱり先が見えないっていうところが、一番、しんどかった。どんな治療を、どの程度すれば、達成できる、成果が得られるっていうものではなくて、妊娠なんですけど、それは、そういうことが確定していない、不確定なものに、努力を重ねなければいけない
そして努力をしなくても妊娠する方はたくさんいらっしゃる。で、自分は努力をしてもまたそれは成果が得られない。で、トライして、達成するっていうことを人生でしてきてるとは思うんですね、皆さん今までに。で、ですが、不妊治療に限っては、トライしているんだけれども達成せずにもしかしてやめなければいけないっていうところもあるので、そこはすごく大変さ、精神的に難しいところだったなと思います。なんかそういうこう苦労とかあるいは辛い思いっていうのは誰かとお話できたりしたんですか？はい、実はこんなに大、本当に大変なんですけど、その全然他の人に相談ができていなかったんですね。今カウンセラーではあるんですけれども、なんでできないのかっていうと、友達や上司、親っていうところに相談はいろんなことで今までしてたんだけれども、なぜ子どものことについては言えないのかっていうのは、やっぱりもう自分が子どもができないっていうことが他の人より劣ってるんだ、能力がないんだっていうようにどんどん違うんだけど思ってしまう。で、毎月トライしても頑張って努力してもダメ出しを、重ねていくと、本当になんで私生まれてきたんだろうぐらい思っちゃうんですよね。で、そういう追い詰めてはいるんだけれども、相談相手っていうのは、大多数は今子育て世代になっているので、30代だと周りは子育て奮闘中で真逆の、状況ですよね。そこに私子供できにくいんだ、できなくてっていう悩みはなかなかハードルが高い、言えなかったっていうのはありますね。そうしたこうご自身でもお話しできなかった体の悩みであったり心の悩みであったりということを話し合えるようにということで、現在その不妊ピアカウンセラー、これは同じ立場の人同士でカウンセリングをするという活動をされているわけですね。はいはい、ピアというのは仲間とか同じ経験という意味なんですけれども、やっぱり言いにくいことっていうのは経験している人には、不妊を経験している人に私はすっと気持ちを言えたことがあったんですね。で、病院の中の、それはカウンセリングだったんですけれども、こんなに、普通の話題のように他の話題のように言えるんだっていうので、これは大切なことだなと思って自分も学びまして、でケアをしていこうというふうに、これは大事だ、私が、やっていこうっていうふうに思ったんですけど、その矢先に、自分が死産という3度目の妊娠が死産だったので、2度流産がありまして、ケアが必要な立場に陥ってしまったんですよね。で、人の、ことをしてあげようと思っていたことが、自分が、朝も起き上がれないとか外に出れないという状況になった時、やっぱりまた求めたものが死産をされた方に救いを求めて救われた経験があります。で、やっぱり、社会の中でも温かく支えてくださる方たくさんいたんですけども、その、最初のワンクッションといいますか、そこで同じ、辛い経験をした人同士で話す場っていうのは大事だなと思って、今活動の柱になってます。なるほど、ありがとうございます。そしてそのカウンセラー、主にというか不妊治療をされている方からのご相談も多いかと思いますけれども、カウンセリングの中で特別養子縁組の制度についてお話もされていますか？はい、もちろん伝えています。理由は2つありまして、1つは知らなかったっていうことをなくしたいと思っています。で、もう1つは、子育てするあらゆる選択肢を、知ってもらって、その中から、ご夫婦で選んでほしいんですね。ちょっと難しいかなと、説明難しいかもしれないんですけど、不妊治療をしてしまうと、一旦そのレールに乗ったようになってしまいまして、妊娠率高いものを提示されてしまうとステップアップしてしまうんですね。で、それ実際選んでるのは、夫婦だとは思うんですけれども、
かけてしまう気持ちがあって、そこに希望を割とこう不妊治療の成果を出すことにどんどん集中してしまうと、はい、一本道しかないように見えてしまう、うん、はい、見えてしまう。だけど本当は、これだけ選択肢があって治療しないっていうのもあるんだよ、治療する、そして特別養子縁組、または里親っていう、子育てできる、ところがあるんだよっていうのを初めの段階から、知ってもらうっていうのは大事かなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。すべてテーブルに乗った上で、はい、自分の人生、はいはい、選ぶっていうことですね。はい、ありがとうございます。続いて橋田さんにお伺いします。橋田さんが理事を務めていらっしゃるベアホープは特別養子縁組を検討しているご夫婦とお子さんをつなぐ民間の養子縁組斡旋事業者の一つということですが、橋田さん、ベアホープの活動についてまず教えていただけますか。はい、ベアホープはですね、今ご紹介いただいたように民間の養子縁組斡旋団体として、その事業の大きな柱である、家庭にお子さんをお連れするという斡旋の部分ですね、そういうところが一番大きな柱とはなります。ただ斡旋を行うということををするためにやはりこの制度について知っていただく必要がありますので、まあ、こういろいろな各地で登壇をさせていただいて特別養子縁組推進の活動をしたりですとか、あとは実際に妊娠葛藤相談を設けている窓口が、まあ、全国にあるんですけれども、まあ、そういったところにコンサルテーションを行ったりですとか、多くの、まあ、実親さんたちがこうつながれるまず場所をつな作るということも力を入れています。また養子がいるからにはやはり生みの親がいるわけなんですけれども、そういった方たち、妊娠葛藤相談、あとは養育困難相談に関してもメールや、あとお電話ですね、あとは今多いのは、以前お世話になった病院、あとは行政の機関からもお子さんのお話をいただくことがあるんですけれども、まあ、そういったところの支援も力を入れています。そして、まあ、斡旋が行われるとその後ご家庭がね一つ出来上がるわけなんですけれども、そのご家庭に対するフォローアップもお子さんが16歳になるまで力を入れてやることが決まっています。その時はですね、なかなかこう裁判を行うという行動はね皆さんしたことがないと思うんですけれども、まあ、裁判が特別養子縁組行われますので、そのサポートをしたり、あとは実際に迎えられたお子さんとご家庭が愛着の関係をね、ある関係を作っているかとか、まあ、そういったことも含めフォローアップをさせていただいたりもしています。ありがとうございます。今日のこちらの配信をご覧の方には実際不妊治療中の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、橋田さんのご活動の中で養親、つまり養う親をご希望されるご夫婦は不妊治療を経験されている方多くていらっしゃいますか。そうですね、非常に多くの方が経験されているという実感があります。はい、ですね、最近では変化も見えているというような。はい、はい、確かに不妊治療をされた方がこうそれ自体がうまくいかずに特別養子縁組を希望するという方がとても多かったんですけれども、まあ、今も減っているわけではもちろんないと思うんですが、それとは別にですね、もともと養子縁組を検討していたという、結婚前から検討していたという方からお申し込みがあったりとか、あとはですね、実子がいらっしゃってその後に、養子縁組でお子さんを迎えたいと、不妊とは関係なくですね、そういったことを求められる方もいらっしゃいます。なのでその辺はですね、まあ、国際化が進んできたところもあるのかなと思いますが、まあ、実は近所の子が養子だということを知っていたので、ぜひ養子を迎えたかったっていうお話はまあ、聞くようになりましたね。はい、ありがとうございます。その、まあ、不妊治療の先に子どもを授かるという成果があるという、まあ、一つの道がある一方で、特別養子縁組という選択肢もあるわけですけれども、ここがなかなかこう同じ延長線上にある方もいらっしゃるというようなことをお聞きすることがあるんですが、須田さんいかがですか。はい、実際にあることとしてもう最後の砦ですと、お話をいただくこともあるんですけれども、まあ本当はそうではなくて、もう道が2本全く違う道があるんですね。養子
不妊治療はを否定するものではもちろんないんです。不妊治療をきっかけで特別養子縁組制度を知ったという方本当に多いんですね、うん、なのでまず子どもを育てたいという気持ちから始まるんだと思うんですけれども、まあ、そこで不妊治療がうまくいかないということは自分の、まあ、実施が持てない結果に対して代わりに養子縁組をするという気持ちになってしまうと、まあ、その時点ではなんとなく自分で納得がいってたとしてもその後ですね辛い思いを、まあ、お子さんもですしご自身もすることになるのでまず不妊治療に関してから特別養子縁組に気持ちを切り替える転機が必ず皆さんあるんですけれどもそこが絶対的に必要だなとベイホープでは思ってます。ありがとうございます。この点池田さんの場合はいかがでしたか。そうですね、私は、特別養子縁組を知ったのは、はい、体外受精をびっしり1年ぐらいやってもう、全然ダメで、っていう時にふと特別養子、養子を迎えることは考えてないんですかというふうに、聞かれたことがあったんですね、日本でできるんですかっていうぐらいの無知な知識しかなかったんですけれどもそれがもう翌日もその翌日も頭にこびりついてまして養子日本でするとしたら、その子はどこから来るのだろうっていうことで、調べてそうしますと、乳児院や児童養護施設のことも知りましてでたくさんの子どもが4万5000人っていう親と暮らせない子がこんなにいるんだっていうのも初めて知ったんですね。で35歳ぐらいですね、治療を始めて5年ぐらいは経ってて、なんでこんなことになってるんだろうみたいなこうちょっともどかしい気持ちというか、知らなかった自分を恥じるというのもあって、で養子その子たちが、どんなその後施設にいる子がどんな生活をしているのか、ボランティアを始めまして、で親御さんに頼れないって18以降も頼れないっていうのが、とても大変で苦しい思いをされてるっていうのを交流の中から知りました。で乳児院もボランティアで行ったんですけど、乳児院に病院から直行で赤ちゃんが来て、いや泣いているのを抱っこするボランティアだったんですけど、やっぱり若者のアフターケアはもちろん大事なんだけども、この赤ちゃんを抱っこした時にまだなんかこうまだ今じゃないと思って、今なんかサポートできないかなっていうふうに、今から変えられるんじゃないのかなっていうふうにすごい思って心が動いたっていうのはありました。知識は知ってても検討するまではいかなかったんですけど、その時にそのあたりで養子縁組っていうのがあるんだよっていうのは夫にはちょいちょいアプローチ、そうですね、ちょっと言ってましたけど、検討するまではやっぱりいかなかったですね。池田さんは非常にこうアクティブにご自身で調べられてボランティアもされてということですが、一般的に橋田さんそのまだ不安があったり迷いがあったりする段階で事業者さんにこうアプローチというかお話を伺いに行ったりしてもいいんですか。はい、もちろんいいです。実際にどんな不安があるのかというのがこうその人によって違うので、実は養子縁組に進むのに特に必要のない不安だったりする場合もあるんですね。で、不妊治療をしていて、一番多いのは不妊治療をしているんですが研修を受けられますかとか申し込みができますかというようなところが多いんですけれども、心の切り替えの部分とか、そういったところがうまくいかないからこその不安があるのかなと思いますが、どこの団体もおそらくですねそういった質問も受け付けてくれますし研修を受けることも可能かなと思います。なるほど、ありがとうございます。その、迷っている間であったか、あるいは池田さんの場合夫の龍樹さんはもう少しこう池田さんからのインプットを受けてもなんとなく二の足を踏んでいる時もあったかもしれないですけど、そのあたりのこのピアカウンセラーの立場から特別養子縁組制度の説明
ですね、はい、どのようなことをされていますか。そうですね、はい、もちろん伝えていますね、皆さんには。で、特別養子縁組という、相談、私の方で軸としてやっているので、来てすぐに特別養子縁組で養子を迎えてくれるところを教えてくださいみたいな、話を、そうですね、どこの斡旋事業者がいいんでしょうか、教えてください、もうどうしても子供が欲しいんですっていうように第一声で言われる方もいらっしゃるんですけれども、はい、どうして、その方に限らず、どうして養子を迎えようと思ってるんですかっていうところは丁寧にお伺いしていきます。それは、子供が欲しいんですっていう方のどうしてを聞くと何が分かってくるんですか。そうですね、その人も対話をしていくんですけれども、多いのが、ここにカウンセリングに来るまでに理解、どのぐらいまで制度を理解しているかっていうのは分からないですから、対話によって、発言によって探っていくんですけれども、多分お辛い経験を不妊治療中にされているので、そういった話になるんですけれども、子どもがいれば自分はもう完璧なんですっていう方もいらっしゃいますし、普通の家庭になりたいんですという方は多いです。で、普通っていうワードを使う方がとても多いので、そこは注意深く、丁寧にお伺いするんですけれども、普通というのはどういうふうに、どんな家庭を思っているんですかっていうふうに、お伺いして、結果普通の家庭っていうのが、例えば母父いて子供いてっていうふうに、理想像あるかもしれないんですけど、普通の家庭にはならないんですね。養子を迎えても養子縁組の家庭になるので、例えばマイノリティが嫌で不妊という、子供がいないという家庭が嫌で、マイノリティから脱したくて特別養子縁組に進んでしまうと、子供だけあてがえばいいっていうふうに思って、そうすると、また普通ではないんですね。普通にはならなくて、迎えてからも要所要所で特別養子縁組、血のつながらない家族なんだっていうことは出てきます。会話にも、母乳だったのとかいう会話とかも普通にあるので、その段階で普通に、普通を装おうということであれば、自分が辛くなってしまうだけですので、迎える前に、きっちりとその辺はもちろんカウンセラー、含めてかもしれないんですけど、自問して、どうして迎えたいんだろう、養子をっていうところを考えてもらうといいと思います。はい、ありがとうございます。なぜ今ご自身は子供を欲しいと思っているのかということをよく考える必要があるということなんですが、この特別養子縁組制度という制度は子供のための制度ということで、もちろんご覧の皆さんも本や資料などご覧になって言葉としてはインプットされていると思うんですけれども、実際のところ橋田さんがこう接する中ではちょっとびっくりするようなこともあるという話なんですが、はい、皆さん今インターネットがすごく活発に、ね、検索できますので、ほとんどのことについて知っていますということが多いんですけれども、まず一番驚かれるのは子どもが選べないということを驚かれることもとても多いんですね。子どもの福祉のための制度ですので、どんなお子さんでもやはりご家庭に迎えていただきたいという私たちの思いはありますけれども、そこに関して言えば何でしょうね、大人、子どもがいない家庭に子どもを託す制度ではなくて、家庭に行けない子どもが家庭に行けるための制度というところの理解を深めていただきたいなと思います。中には本当に生まれたての赤ちゃんじゃないと嫌なんですとか、そういったことをおっしゃって橋田さんの側がびっくりされるようなこともある。
そうですね、生まれたての赤ちゃんはやはり、ごめんなさい、どうしてもそうですね、イメージがおそらく特別養子縁組のイメージが、新生児のイメージがすごく強いんですね、はい、でこちらはその辺は私もね十分理解しているところではあるんですけれども、実際0歳から15歳未満のお子さんが特別養子縁組の対象になるっていうことは分かっているけれども、やはり0歳の赤ちゃんから育てたいという方がとても多いので、まあ、そこに関しては私たちが力不足だなと感じることもあります。はい、ありがとうございます。こうした橋田さんの活動も含めていろいろ啓発が活動が活発な中で、逆にこう真面目な方ほど、私が今子供が欲しいと思っているのは親になりたいエゴなんじゃないかっていうふうに思って、ご覧の方ももしかしたらちょっと腰が引けてしまうような方もいらっしゃるかもしれないと思うんですが、このあたり橋田さんどうですか、私がここにベアホップに来たのは私のエゴでしょうかっておっしゃったりする方もいらっしゃるかもしれないです。まあそうですね、皆さんそれぞれの思いがあってベアホープに問い合わせをしてくださいますし、養親さんになっていかれるんだと思うんですけれども、まずはですね、子どもを育てたいと思ってくださる方がいないと、その福祉の制度という大きなものがありますけれども、そこも成り立たないんですね。子どもを育てたいと、思ってくださった上でいろいろなことを理解していただくこともありますし、あとは皆さんが私はこうなりたい、こうしたいっていうのがエゴだともし思われたとしてもですね、皆さんがそのまま の自分をさらけ出していただいて、私たちとどういうふうにしていったらいいのかっていうのを考えていくっていうのも、斡旋団体がいる意味でもあるのかなと思っています。ありがとうございます。このあたりは実際にお子さんを迎えられた池田さん、はい、いかがですか。親のエゴなのかなって迷うことありますよね。カウンセリングにいらっしゃる方もそうですし、私が考えたのはやっぱり親の都合に合わせて子供を当てはめて思い通りにするっていうのは親のエゴだと思うんです。でもやっぱり理想像とか思い描いている家族っていうのは、やっぱり不妊治療していれば少なからず、そこに向かってやっていますので、あるとは思うんですね。こんな家族になりたい、そうですね、こういう子育てしたいなっていうのとか、はい、それは大切なことというか素敵なことなので、持ち続けていいのかなと思って、捨てる必要はなくて、子どもに、何をしてもらおうとかではなくて、子どもに自分が何ができるかなっていうふうに私は考えました。子どもの隣にいるだけでもいいのかなって、見守る、それは継続的にずっと隣にいるっていうことはできるかなっていうのとか、マイノリティを不妊ですけれども、立場全然違うけど養子というのもマイノリティですので、そこを少しは経験した身として支えになりたいなとか、そういう思いが思いはあってもいいのかなと思います。ありがとうございます。ここまでは養子縁組を検討する段階のお話を伺ってきましたが、ここからは申し込みをしてお子さんを迎えるまでの流れについてお話を進めていきたいと思います。特別養子縁組を検討したいと思ったら、まずはお住まいの地域の児童相談所か民間の養子縁組斡旋事業者、ベアホープさんのような事業者さんですね、に相談することになります。申し込みをして子どもを迎えるまでにどのような流れになるか、橋田さんにベアホープの場合の例に例えてお話しいただければと思います。図が出ますね、はい、これはですね、検証をいつ受けるかも含めベアホープの例だということを先にお伝えさせていただきますね、はい。表が出ますかね、ありがとうございます。まずですね、研修受講という A という部分がありますけれども、法律で法定研修、座学3日間、あと実習3日間、受けることが決まっています。ベアホープでは、審査のお申し込み前までに、座学の研修を受けていただいているというのがその A の部分ですね。で実際に、理解を深めていただいて、それでご夫婦で一緒話し合っていただいてですね、審査の申し込みをしていただくことになります。
書類審査とか家庭訪問、そういった審査が、数回ね行われまして、次ステップ3のところですね、待機家庭登録、すべての審査を終了した方が待機家庭登録として、ベアホープの養親さんになることで、次の日からでもお子さんを受託できるという待機の形に入っていただきます。そして、お子さんの話があって、お子さんを実際に受託するというのがステップ4のところですね。委託と書かれているところです。その後ですね、裁判を行って特別養子縁組決まっていきますので、裁判所に申し立てをしていただいて、看護養育期間最低6ヶ月と言われていますので、6ヶ月で決まることはまずないんですけれども、多くの場合申し立て2つしていただきます。養子の適格の審判ですね、あとは、特別養子縁組成立のものを、していただいて、2つのものが確定をし、その後ですね、特別養子縁組届出を出して、戸籍の方にお名前が記載されるということになります。ありがとうございます。はい、池田さんの場合も大体流れは、はい、ほとんど同じですね。ありがとうございます。池田さん、ご自身の経験振り返ってびっくりしたこととか、なんか事前の情報と違ったことはありましたか？はい、違ったことはないんですけれども、聞いてはいましたが、本当に委託の電話が突然で、うち の場合はケースは、電話がありまして、もうすぐ生まれる子が、いるんですけれども、検討して、検討ではないんだけれども、旦那さんと話し合って、明日の朝までに、返事を、もうそのまま委託 OK かどうか返事くださいっていうことだったので、その時点ではまだ生まれてないっていうことだけしか分かっていなくて、性別や健康状態は分からないままお返事をするっていうことでした。ご夫妻でどういう会話をして決断されたんですか？委託の電話がかかってきちゃったとか言ってもちろんもう数ヶ月前から自分がしてきたことなんですけれども、自分の意思で取り組んできたことなのに、本当にこういうご縁があるんだなっていうので、私はもうどうしようなんか言ってたんですけど、夫の方は性格が前向きでポジティブで、すごくぐいぐい引っ張ってってくれる性格なんですね、普段も。なので断る理由なんかないよねっていうふうに言ってくれて、もうなんか、ああそうだよねってその時にすごく嬉しかったなと思って、なんか不安が全部もうなんか抜けたと言いますか、でよろしくお願いしますっていうのは翌朝すぐ電話をしまして、名前も決めることにはなるかもしれないので、どっちか性別どちらか分からないまま、顔も見ないまま、なんか自覚をこう幸せになる自覚なんか言って調べてました。ああそうなんですね。木田さんのご著書にそのあたりのことが詳しく書いてありますので、よろしかったら皆さんご覧ください。はい、ございます。芦田さん、今池田さんの例ですと本当に突然だったということですが、やはりこういう気持ちの準備しておかないと。そうですね、非常に大事かと思います。で、池田さんもおっしゃってましたけれども、準備をしていたはずだったと、皆さんそうだと思うんです。かなり長いプロセスを経てですね、ベアホープの場合待機家庭登録というふうになるんですけれども、そこでまず準備ができてないはずはないと自分の中では皆さん思っていると思うんです。ただ早い段階であっても、それが少し離れた段階であっても、その電話に驚いてしまって、で何からしたらいいだろうっていう緊張感がバリバリっと走るそうなんですね。なので、そういったことも含めですね、そこで全部が飛んでしまわないように、研修をちょっと振り返ってみるとか、心の準備っていうと大きな課題になりますけど、いろんなことができるんじゃないかなとは思います。ご夫婦でたくさん話をするというのもとても大事なポイントです。はい、ありがとうございます。それからご覧になっている方、まさに特別養子縁組を検討されている方がいらっしゃると思いますが、皆さんお聞きになりたいのは、申し込みをすれば必ずお子さんとつないでいただけるのかということだと思うんですが、このあたりは橋田さんいかがですか？はい、
お申し込みというのがどうしても養子審査のお申し込みになってしまうので、もちろんその待機家庭登録に残念ながらというかですね、お子さんの委託の可能性がないとこちらで判断をさせていただいた場合はですね、待機家庭登録に至らない場合ももちろんあるんですけれども、待機家庭登録をされた方に関してはもう本当に特別な事情がない限り、その方のご都合でね、いろいろな、前あったのは介護が始まったとか、そういったことでやむを得ずという方、事情が変わった方以外はですね、皆さん受託されています。ありがとうございます。こうして、登録された後に研修のお話をしたいんですけれども、研修についてもう少し具体的に橋田さん、どんなことをなさっているのか教えていただけますか。はい、まずですね、座学3日間行われますけれども、ベアホープは研修ワークショップと名前をつけているんですが、その名の通りやはり皆さんにもしていただくことがあって、聞くだけの講座ではなく、皆さんにも夫婦で取り組んでいただくので、ご夫婦で参加していただいています。でまたですね、この制度のことの勉強だけではなくて、実親さんがどういう方がいらっしゃるかとか、その背景はとか、あとは養子になるお子さん、社会的養護下にいるお子さんがどういう子なのか、そういった子たちをどういうふうに、私たちもそうですけれども、大人はどうすべきなのかとか、あとは養親さんに対しても、養親さんはこういうふうにこれから道のりを進んでいくんですよという展望も踏まえですね、こういうふうになっていく、こういうことをしていただきたいんです、こういう気持ちで、取り組んでいただきたいんですということもお伝えさせていただいています。実習はもう実習という名の通り、いろいろな実習を私たち用意をしていて、その方に必要な実習を受けてくださいというふうにお伝えしています。で、実習を受けるところは、今現段階では一番最初の段階ではもちろん受けないんですけれども、審査が進んでいくにつれ、私たちがこの実習を受けてくださいねというふうに実習を提案します。そうですね、大きなお子さんを受託しても大丈夫なように、子どもとのコミュニケーションとか、そういったことも含め実習の中に入れているのはベアホープの特徴かなと思います。ありがとうございます。池田さんもご自身の研修を振り返られて、ご感想いかがでしたか。とっても充実している内容のものが受けることができまして、夫婦でもちろん参加するんですけれども、同じように悩んでいる方が参加しているので、私は仕事柄特別養子縁組した方とかお会いしたことはあったんですが、夫は全くの初めてだったので、そういう場で、生の声、迎えるまでどうだったんですかなんて質問しまして、でそのありのままの不安はありましたよみたいな話とか、交流する時間があったので、とってもそれが良かったと言っていました。で、不妊を経験している参加者がほとんどだったんですけど、うちはこんな経験があってねなんて夫も話していましたし、そういうちょっとした場でどこの家庭もみんな悩みは大体同じなんだなっていうのを知るっていうのは大事だったなと思います。私もご著書の中で夫の紀之さんがスイッチが入った研修だったって夫は決めてからは前に進むというのはすごくしてるんですけれども、やっぱり不安っていうのはもちろんあって、でコンプレックスがずっとあったみたいで、抱っこができない、赤ちゃんの抱っこができないっていうところがあったらしいんですね。私も子供迎えるまで下手くそだったんですけど、そこが沐浴の、研修がありまして、お人形でやるんですけど、その抱き方を親切に教えてくださって、スタッフさんがこう頭をこうやって持つのよとか、でそしたらうまくできた、人形なんですけど、でそれでずっと抱いてました。ずっと抱いてて、ですごいなんかパパスイッチが入ったっていうのは言ってたので、何をどこで入るか、スイッチが入るかはそれぞれだと思います。そうですね、ありがとうございます。はい、ここまではお子さんを迎えるまでということで、お話を制度の話などをしてまいりました。ここからは
目指すべき未来について一緒に考えていければと思います。池田さん、今後の未来についてそのお仕事もありますし、あと実際にお子さんを迎えられた養子としての立場もありますし、はい、どういうふうに考えていらっしゃるかということをお聞きしたいんですが、まず生活、はいはい、生活はもう本当にがらりと180度変わりました。他のご家庭の育児と変わらないところ変わらないですね、あの日常は、はい、で最初愛情、まあ、愛せるのかな、血のつながりがなくても愛せるのかなっていう不安はあったんですけれども、まあ、それはもう毎日の日々の、お世話をしていたらそんなことを考える隙間もなく、一度も養子だっていうふうに 思いながら接したこともなく、気づいたら家族になってました。まあ、子供が親にしてくれたのかななんて思ってます。日々の生活で大事にされていることってありますか？はい、その他のご家庭と一緒っていうのは、まあ、日常のことで、大事にしていることは、まあ、どこまで行っても私たちは養子縁組ファミリーなんだっていう自覚を忘れないっていうことです。あの養子の生、まあ、い立ち課題っていうのがあると思うので、そこは養子縁は学び続ける必要があります。何歳になったら、もちろん0歳からですけど告知、あの真実告知っていうことでしていますけれども、それが思春期になったらっていうのもまた伝え方違いますので、それは幼稚園になったら小学校になったらっていうところをステップを踏んで、ずっと継続的に学び続けていく。でそこは恐れることなく、成長の、まあ、過程、自然な、まあ、反応なんだっていうふうに、思って前向きに勉強して備えるっていうことを大事だと思います。はい、ありがとうございます。周りの方の反応とかいかがですか？はい、周りの人は、まあ、養子縁組はまだ稀であるっていうのはもちろん当事者として自覚してましたので、驚かれるだろうな、あのママ友などに告白した時はそう思ってたんですけれども、まあ、あの幸せな驚き、あそうなんだねって、よかったね、幸せだねっていうふうに言ってくださって、うん、まあ、それが本当に救いで、感謝しかありません。ありがとうございます。一方でこう社会に目を向けますと、まだまだこう理解が、あのもっと広がってほしいなという部分もあると思うんですが、橋田さん、このあたりいかがですか？あのおっしゃる通りで、まあ、知っている人が知っている制度というところになります。ただですね、あの、まあ、知っている人だけではやはり社会の環境変わっていきませんので、まあ、興味がを持って見てほしいなと思っています。あの当事者でなくても、まあ、自分が実際特別養子縁組の制度に関わらなかったとしても、あのやはりその制度を知っていただくことによって、あのお子さんを迎えられた家庭が過ごしやすくなりますし、あとは制度上のことを言いますと、やはりあの行政での手続きとか、まあ、そういったことで、あのお子さんを迎えたけれどもいろいろなところでストップがかかってしまって、手続きが一歩一歩滞ってしまうという方もいらっしゃるので、まあ、そういったことを考えると、まあこういろいろな人がもうとにかく制度について知っていただいて、あの社会的養護下にいるお子さんのことに思いを馳せてほしいなと思っています。ありがとうございます。池田さんはこのあたりどういうふうに、何が必要だと思ってますか？橋田さんが言ってくださったので、ほとんど本当に知ることですね。知って、当事者は少ないんですけれども、それ以外の人たちが温かい目を向けてくださると、不妊、まあ、治療してとっても高いハードルを超えるのではなくて、社会が温かく見守ってくれるなら、そこはあの飛び込んでも違う、 そこの不安はなくなるのかなと思います。周囲からなんて思われるんだろうとかいう不安は、まあ、あの消せるのかなと、減らせるのかなと思います。そうですよね、受け入れてもらえる環境があるって大事ですよね。ありがとうございます。今子育てしてらっしゃって悩みありますか？もう悩みはもう子育ての悩みで、はい、あの養子で悩むっていうことはな、まあ、悩みはないですけれども、うん、交流はありまして、はい、養子縁組の、同じグループですね、養子縁グループ、はいはい、そことはもう0歳の時から、交流してまして、うん、近くの
都道府県近くだったら集まったりとか、また次迎え入れた人がいたらそこのグループに入ったりとか、もうどんどん増えてるんですけれども、そこに養子特有の悩みっていうと課題っていうのがあるので、まあ例えば実親さんのことはお母さんって呼んでるの、それとも名前で呼んでるのとか、うん、些細なことなんですけど、やっぱりリアルで聞けることとかは相談ちょこちょこしてます。それはもうありがたい存在ですね。ありがとうございます。橋田さんのベアホープではそのアフターフォローの部分はどのようなことされてるんですか？お子さんを委託した後、2回審判確定までの間行くことが決まっていますし、何かがあればもちろん飛んでいくということはしますけれども、遠方の方のところにねすぐ行けるわけではないので、やはり地域につなげるということも大切に、しているところでもあります。はい、ありがとうございます。でもう少し踏み込んでいくと、こう現状ではまだまだ公的な支援が十分かというと、もう少し手厚いといいなという思いもあるかと思うんですが、橋田さん、ベアホープでこれから変えていきたいところ、力を入れていきたいところがあったら教えていただけますか？はい、そうですね、私たちは民間の養子縁組斡旋業者としてお仕事をさせていただいていますが、行政機関ともお付き合いがたくさんあって、この情報のやり取りも含めなんですけれども、あとは適材適所で的確な支援をしていくということを考えると、やはり民間と行政が力を合わせてというか、分業というか得意なところをですねどんどん進めていくというようなことで、力を合わせてやっていくことが必要なんじゃないかなと思います。ちょっと可愛らしい言葉でまとめましたけれども、すごく大切なことで、けどなかなか進まないところでもあるので、そこは一つ一つですね、国に提言をしながらとか、そういったことも含めて力を入れていきたいなと思っています。ありがとうございます。池田さん、いかがですか？そうですね、支援、社会的養護っていう中では、里親も養子も、同じですよね。課題はあるので、そこへの支援があると、勉強し続けるっていうことにはなるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ここまで特別養子縁組の目指すべき未来についてお話ししてまいりました。早いものでだんだん終了の時間が近づいてきまして、まだまだちょっと本当は先ほどの打ち合わせで話し足りなかったこととかがいっぱいあるんですけれども、最後にご覧の皆さんに、それから特別養子縁組に関心を寄せていらっしゃるご夫妻に向けて、お二人からそれぞれメッセージをいただきたいと思います。まずは池田さんからお願いいたします。はい、メッセージ、もう迷われて当然だと思うんですね。人生のこと、もう私 もうたくさん迷いました。でお話を、夫婦で、しにくいかもしれないけど頑張ってしてほしいなって思います。今ご覧になっている方は、今日こんなことがこんなシンポジウムあったんだけどねっていうきっかけからでもいいので、ちょっと言ってみてもらえるといいなと思います。全力で、応援はしていますので、どんな決断になったとしても本当に自分で選んで進んでいってほしいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。橋田さんもお願いいたします。はい、今日がね初めの一歩になった方ももちろんいらっしゃると思うんですね。もう池田さんが全部言った通りですけれども、やはりご夫婦でたくさんお話をしていただきたいなと思っています。その中でやっぱり話せないこともあると思いますので、そういったことはですね私たち団体にね相談してもいいのかなと思います。いろいろなご夫妻を見てきていますので、ぜひご連絡をいただければ、お答えできればお力になれれば嬉しいかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。池田真理さん、橋田純さんにお話を伺いました。よろしければ皆さんスクリーンの向こうから拍手を送りいただければと思います。それではお時間となりましたので、第2部、不妊治療と特別養子縁組、子どもの幸せを第一に考えてを閉幕させていただきます。